広東省広州市で11月5日、バイクを運転していた男性が交通警察官から3発連続で発砲され、その場で死亡しました。その後すぐに家族が横断幕を持って抗議しましたが、逮捕されたため市民の激しい怒りを呼びました。大陸メディアの報道によると、5日の午前9時30分ごろ、広州市の交通警察が事故を起こしたバイクを調べていたところ、突然バイクの運転手が斧で抵抗し始めました。威嚇射撃をしても効果がなかったため、警官は発砲したということです。しかし目撃者は警察の対応を疑問視しています。広州市では2007年から公道でのバイクの通行が禁止になっています。事件当時、数人の交通警察官が地下鉄の出入り口で取り締まりをしていました。今回亡くなったバイクタクシーの運転手はまず私服警官に尋問された後、交通警察官に3発連続で発砲され、腹部と臀部に銃弾が当たり、その場で死亡しました。死者のバイクには斧があったものの、斧を見る限り、死者は交通警察官を襲撃してはいません。据我所知的话，就是违反交通，有斧头，有凶器，然后就当场击毙。交警确实有点过分啊，交警一般不会配枪的。我们关注广大这一块呀。事件の後、警察は現場を封鎖しました。その日の午後3時過ぎ、遺族が現場で横断幕を持って抗議したところ、数百人の警官が現場に駆けつけ、遺族を捕まえた上、現場を見ていた市民を解散させました。新東人テレビがお伝えしました。